いいですよ。あー、好きなアニメキャラクター、ジョアン・ケリカかなって。うん、エース。エース、うん、ワンピース。私はエース。おー、ワンピース。韓国でも有名なんですね、エースね、うん、エース。他のメンバーは？私はチョッパー。チョッパーです。あー、嘘。ナミ。ナミ、チョッパーだけです。皆さん一番ナミ。ナミですか？大好きです。変態ですね。なんでナミ、ナミ、ナミさん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 のセクシーアタムジョアイちゃな。ビキニを、ビキニが。嘘だよ。チョッパー、がセクシー。チョッパーがセクシー。セクシーです。ロングルセクシーだ。ロングル。なんかね、ランプルモードですか？ありますけどね。他のメンバーは？ロビンちゃん。おお。髪が綺麗だから。髪が綺麗だからね。髪色が綺麗だから。何も何の意味、他の意味はないです。いや、そうやって言うと他の意味があるように聞こえます。ないです。ないですか？ないです。なるほど。二人はないですか？私のインスタプロフィール、バッドシムス。シンプソンズ。好きですか？好き。はい、好きですね。ありますか？私はブリッジ。ブリッジ。イチゴ。あ、イチゴ、主人公のイチゴ。おお、すごい。バックヤード。韓国でも日本の漫画やっぱすごい人気みたいです。ワンピースはすごい有名ですよね。有名ですよね。面白い。なんか。ワンピースのモノマネとかできる人。モノマネってなんていうの？ヒュンネ？ヒュンネ。ヒュンネ。ワンピースヒュンネでヒュンネメンバー。イジョンさん、チョッパー。イジョンさんが、イジョンさん、チョッパーさんのモノマネ。見てください。セリフがなんだって言った。私は医者だ。何もなるかんで。チョッパー、チョッパーがいるみたいですよ、この会場に。ちょっと로비팔팔이렇게많이나오는데아니허가좀아니니까大丈夫ですか